広島ドラゴンフライズの浦社長が湯崎知事を訪れ新リーグ B プレミア参入決定を報告しました知事のもとを訪れた浦社長は2年後から始まる新リーグ B プレミアへの参入決定を報告しました参入には5000人以上収容のアリーナ確保などの条件がありましたが県が所有する広島グリーンアリーナを